ジョー・シエです。こんにちは、こんばんは。ハロー、マイフレンズ。ジェントルマン・ジョー・シエです。本日は、横浜に来ました。横浜マルキ、サンマ麺、あんかけ醤油だしを作り、堪能します。サンマ麺は神奈川県のご当地ラーメンであり、神奈川県東部南部を中心に、広く浸透しているラーメンの一種でございます。名所から、サンマが入っていると、誤解されることが多いが、全く関係がないとのことです。サンマが具や出汁に使えているラーメンはサンマラーメンと呼ばれています。本日は細麺を使った醤油のラーメンの上に歯ごたえが残る程度に炒めたもやしのあんがきたサンマ麺です。桑田佳祐さんが桑田佳祐の音楽トラさんで紹介するなど、横浜市を中心に神奈川県内でも多く食べられているようです。本日もナイスアンドグッドでよろしくお願いします。そして邁進、飛躍、地道に一歩一歩行きます。本日もよろしくお願いします。ナイス&グッズ。本日は神奈川県横浜市です。横浜のイメージはおしゃれでトレンディーの一言です。日本有数の港湾都市、商工協業都市である横浜駅から港未来にかけての海外沿いには超高層ビル群を形成している観光地としても人気があり、横浜中華街や元町、山下公園などがある関内地区を筆頭に、横浜みなとみらい21地区や山手地区などが有名であります。食の名物は洋食、横浜中華街の中華料理、崎陽軒のシューマイ弁当、横浜家系ラーメン、サンマ麺などがあります。日産自動車グローバル本社や五須自動車本社等の自動車関連企業が集まっており、自動車工業都市という側面を持っているそうです。本日は神奈川県横浜市です。よろしくお願いします。ナイス&グッズ。本日は横浜マルキ、サンマ麺、あんかけ醤油味、もちろん2人前スープ付きを作ります。ナイス&グッズ、よろしくお願いします。サンマ麺の袋を開けたら、あんかけ醤油味の香りが漂ってきました。非常に香りがいいです。素晴らしいの一言です。本日の食材は国産豚肉、バラ薄切り、ネギ、玉ねぎ、中野さんのもやしです。ナイス&グッズ。まさに小道具が作る横浜歩き、サンマ麺、あんかけ醤油味、これから作ります。ざっと上手に切りました。ナイス&グッズ。2人前 800cc です。 800cc、 最後の 300cc です。
大スープ。液体スープ。最後にあんかけの素。あんかけの素を入れます。最後作ってます。横浜間引き3番目です。あんかけ醤油味です。ナイスアンドグッド、サンキュー。いただきます。最高にめちゃくちゃに美味しいです。さすが横浜まるき、あんかけ醤油味です。これからゆっくり堪能して食べます。今日のご視聴誠にありがとうございました。ナイスアンドグッズ、サンキュー。